HMS ウィンチェスターは、イギリス海軍のサザンプトン級の60門フリゲートで、クリミア戦争中の1854年に、ロシア艦隊を捜索して、長崎に来航し、その際日英和親条約が締結されている。1816年、ウーリジ海軍交渉で、帰港、1822年6月21日に、浸水した。60門フリゲートとして設計されたが、 実際には52門艦として就航した。1831年から1861年にかけて北アメリカ、東南アジア水域で活動した。1861年にリバプールで訓練艦となり、コンウェイと改名され、さらに1876年にマウントエッジカムと名前が変わっている。1921年に売却された。 ウィンチェスターの発注は1816年であったが、気候は1818 18年であり、浸水は1822年6月21日と、遅れた。収益は同年の9月16日であった。それから1839年まで、チャールズ・オースティン艦長のもと、北米、西インド艦隊の機関として活動した。1842年には、チャールズ・エデン艦長のもと、 希望本艦隊の機関となり、1852年と1853年には、ビルまでの軍事活動に参加している。1853年から1854年まで、フリートウッドペルー少々指揮下の東、インド、中国艦隊の機関となり、香港にあった。ここで彼は、熱病と感染症が治まるまで出航を控えていたが、部下にはその理由を伝えていなかった。このため、 水兵は反抗的な態度を取るようになった。ペリューは総員配置につけのドラムを打ち、水兵たちがこれを拒否すると主官たちを派遣して剣を持ってこれを強制した。数人が負傷したが反乱の発生は防ぐことができた。1854年、ウィンチェスターはジェームズ・スターリング少将の帰還となった。この間にアロー戦争が勃発し、ウィンチェスターの関西艇が 関東攻撃に参加している。スターリングはクリミア戦争で敵国となったロシアのエフィムプチャーチンの艦隊が長崎に入港しているとの情報を得、それを補足すべく長崎に向かった。1854年9月7日、ウィンチェスター以下4隻からなる艦隊が長崎に到着。すでにロシア艦隊は長崎にはいなかったが、幕府に対して、 クリミア戦争に対する局外中立を求めた。ところが、江戸幕府は、これを外交交渉のための来航と考え、交渉を開始、同年10月14日に日英和新条約が調印された。スターリングは、外交交渉を行う権利は有しておらず、かつ本国からの指示も受けていなかった。しかし、日本の北方で、ロシア海軍との交戦を行うためには、 日本での補給を可能にすることには大きなメリットがあり、本国も追認した。長崎執行後、ウィンチェスターと両艦バラクータは、ロシアのバシリーザボイコの艦隊を捜索するために北に向かい、1855年8月にピョートル大帝湾の初めての測量を行った。1861年、ウィンチェスターは搭載法26問に現時、リバプール港で練習艦、 hms コンウェイとなった。その年のうちに軍籍を離れ、hms のないコンウェイになった。主に身寄りがなかったり、貧困の少年を水平にするための訓練に使われた。1876年に、hms ナイルにその役を譲り、1876年9月1日に、海軍に復帰し、hms マウントエッジカムと命名された。 フリマスの身寄りのない少年を訓練するため、1874年に、デボンコーンメル産業練習船協会が設立され、マウントエッジカムは、タマ川川口のサルタッシュに係留された。練習船としては1920年12月4日まで使用された。マウントエッジカムは1921年4月8日に売却され、クリーンアンホーダイへと栄光され、そこで沈められた。 ありがとうございます。